動画をご覧の皆様、こんにちは。東京都立大学健康福祉学部学部長の渡辺勝です。私ども東京都立大学健康福祉学部では、パラスポーツの裾野拡大と理解促進のため、2017年よりさまざまな活動を行ってきました。ただ新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年度からパラスポーツ体験教室などを実施できていません。このような状況下、どのようにして皆様にパラスポーツの魅力を知っていただけるのかを考え、今回、こちらの動画を配信することといたしました。今回は、日本パラ陸上連盟副理事長の花岡信和様と、現役パラアスリートの樋口正幸選手をお招きし、本学部医学療法学科の学生とオンライン座談会を開催いたしました。それぞれの立場と経験からのお話を聞いていただくことで、パラスポーツの理解を深めていただければと考えます。皆様、ぜひ最後までお楽しみください。皆さん、こんにちは。本日司会を務めます、高井宏恵です。はじめにご参加いただく学生さんより自己紹介をお願いします。はい、東京都立大学理学療法学科の山本圭と申します。障害者スポーツに興味を持ち始めたのは高校の時で、高校の先輩で片手切断の方が一緒にサッカーをしていたっていう経験があって、実際に興味を持ち始めました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、同じく東京都立大学理学療法学科の佐藤翔太と申します。よろしくお願いします。僕はその山本君みたいに高校時代障害者スポーツと関わったりとかっていうのはなかったんですけど、大学に入ってから、ボッチャであったりとか障害者陸上の、アルバイトの方を一度したことがあって、そういう経験をから障害者スポーツもすごく熱くなれて面白いなっていう、熱中できるなっていうことからすごい興味を持っています。本日はよろしくお願いいたします。私も同じく東京都立大学理学療法学科の的場壮太と申します。よろしくお願いします。僕も大学に入ってからまずはそのボッチャの大会に、ちょっと最初本当に勢いで出場したというところがあって、それで徐々に練習していくうちに本当に奥が深いスポーツだなと思って、そこから大学でボッチャ以外の障害者スポーツもどんどんやるようになって、本当に面白い種目が多いんだなと思って、どんどん興味を持つようになりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。同じく東京都立大学理学療法学科の高柳龍馬と申します。僕は中学1年生から、バスケットボールをしていて、で大学になって初めて車椅子バスケットボールの試合観戦をしたんですけれど、健常者のバスケットボールとは違ったルールとか、作戦とかがあってとても興味深いなと思って、そこから障害者スポーツに興味を持つようになりました。本日はよろしくお願いします。同じく東京都立大学理学療法学科の真上です。よろしくお願いします。僕も中学校から大学生までずっとバドミントンを続けていまして、部活動で続けていまして、その部活動で、一度パラリンピックのバドミントンの、代表の選手を呼んで、一度同じ練習をしましたり、またやはり、学科上すごくパラスポーツにも、先ほどもいくつか紹介はあったんですけど、パラスポーツの交流会などがいろいろ大学主催で開催されていることが多くて、その中から徐々にパラスポーツに興味が湧いていたという形で今この場に参加させていただいています。本日はよろしくお願いいたします。
はじめにですね、僕たち、東京都立大学健康福祉学部理学療法学科のですね、実際にパラスポーツに関わってきた、経歴など、簡単に説明させていただきます。東京都立大学、また名前が変わってしまったんですけど、首都大学東京理学療法学科13期の、今回パラスポーツの活動報告ということでですね、紹介させていただきます。背景としましては、僕たちの学生はですね、理学療法学科ということで特色的にパラスポーツに関わる機会が多くありました。こちらをですね、東京都立大学の学生また多くの人に知ってもらうためです、知ってもらうために今回この活動報告をまとめさせていただきました。まずはじめにですね、東京都立大学としての取り組みを紹介させていただきます。ボッチャであったりとか車椅子バスケ、障害者バドミントンのような、競技をですね、実際に代表レベルの方に来ていただいてですね、実際に交流を深めるようなことをさせていただきました。他にも、学生個人がですね、主体的に動いてですね、大会のボランティアであったりとか、ボッチャ東京カップ2020の、予選会に出させていただいて、この時は、全体のでベスト4になるぐらい練習もしました。また他にもですね、障害者スポーツ指導員の初級取得カリキュラムがあったり、卒業研究で実際に車椅子バスケなどの研究をした学生もいます。最後に、学生の中にはですね、実際に障害者スポーツに興味を持って試合観戦に足を運ぶ学生も多くいて、車椅子バスケ、車椅子テニス、車椅子ラグビーであったりとか、また水泳などさまざまな競技に参加する学生も多くいました。これで、理学療法学科の、活動報告を終わらさせていただきます。はい、こんな感じでですね、僕たち、東京都立大学の理学療法学科の学生は興味を持ちながら、そうですね、パラスポーツ、なんか活動を何かできないかということで、今回このような座談会をさせていただくことになりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは続いてお待ちかね、本日のゲストアスリート2名のご紹介です。まずは花岡信和さんのご紹介から。花岡さん、はい、とご紹介させていただきます。1976年3月13日生まれ、現職は一般社団法人日本パラ陸上競技連盟の副理事長を務めていらっしゃる花岡さん、高校3年生17歳の時にバイク事故で脊髄を損傷、おへそから下が麻痺し車椅子生活に。車椅子陸上競技選手として2004年アテネパラリンピック、2012年ロンドンパラリンピックの2大会に出場されたご経歴を持つ日本を代表するパラリンピアンです。パラリンピアンって言うんですね。現在はコーチとして新たな陸上競技選手の育成などに力を入れて活動されております。よろしくお願いします。はい、パラリンピアンの花岡です。皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。それでは次に現役アスリート樋口真幸選手のご紹介です。樋口さん、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。1979年1月15日新潟県生まれ、24歳の時にバイク事故で脊髄を損傷、リハビリで始めた車椅子マラソンで頭角を現し、2012年ロンドンパラリンピック出場を果たします。以降マラソンからトラック種目に専念し、2016年には2大会連続となるリオパラリンピックに出場、 5000m では最後の追い上げもわずかに及ばず 0.17 秒という僅差で4位という結果に。直近の大会では3月20日から21日に行われた日本選手権で 800m、1500m、5000m の3冠を達成している現役トップアスリートです。よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。花岡さん、はい、花岡さん、樋口さん、何か補足などございましたら。はい、じゃあ私の方からですね、はい、まあ
言葉で車椅子陸上競技、まあ、車椅子レースなんですけれども説明してもなかなかですねイメージ湧かない方もいらっしゃるかなと思うので、うん、ちょっとですね画面共有をさせていただいて、こんな競技ですよっていうのを見ていただこうかなと、まあ、この写真ですね、樋口選手がトレーニングしている姿なんですけれども、まあ後ろにですねちょっと選手が連なってたりするんですけどね、トレーニングの時もですねレースの時もですね自転車競技のように前後を交代しながら走ったりするんですね、まあ、そうすると一番前の選手は風を受けているので、まあ、体力を消耗するんですけど後ろの選手は少し休めるので、まあ、そういうテクニックをですねトレーニングの中から、練習していくっていうようなことを今やってるシーンですね、はい、で僕はですねこの競技は今はもう引退をしてしまってですねこんな乗り物に乗ってます。車椅子レーサーもかっこいいんですけどこっちもかっこいいと思いませんか。見たことがない乗り物ですごく新鮮です。そうですね、はい、車椅子の方はまあ陸上競技になるんですけどこれは自転車競技になります。仰向けになって、まあ、お腹の上にあるですね、まあ、ペダルの代わりになるクランクをぐるぐる回すと、走るというこれ乗り物なんですけど、まあ、パラリンピック競技にも、正式にパラサイクリングという名前で、採用されています。で今コーチングしているところなんですけどこういう感じでですね、まあ、さっきの風よけ役を僕が買って出たりするんですね、実は自転車の方がですね車椅子よりもスピードが出しやすいので、まあ、僕が前でペースメーカーをしてで、なかなか自力では出せないような、まあ、レース中ですね海外の強豪たちと競り合わなきゃいけませんからそういう高速のレース展開に慣れていくために、まあ、僕がぐいぐい前で引っ張ったりっていうようなトレーニングもやったりしています。でですね、僕と樋口くんは実はライバル同士だったんですよ。あ、はい、僕はロンドンパラリンピックで引退をしてるんですけど、そこまではですねしのぎを削るライバル同士だったんですけど、はい、今は僕の方が先に引退をして、はい、樋口選手がですね目標を達成できるようにコーチとして、頑張ってやっているというようなところです、はい、で今日はですね、まあ、そんな2人なんですけれども、まあ、アスリートになるまでもそうですし、まあ、今現在に至るまでもですね、まあ、バイクで転んでから背骨が折れて救急車で病院に運ばれて理学療法士の方にはとてもお世話になったわけです、まあ、今日はですねそういった、昔話も含めて皆さんにお伝えできたらいいなと思ってます。樋口さん何か補足ありますか。あ、大丈夫ですあ、大丈夫ですか。はい、はい、その辺も掘り下げていけたらなと思います。それでは討論に移る前に親睦を深めるべく学生さんからパラアスリートの2人へご質問をしていただきたいと思います。それでは学生の皆さんご質問ありましたらお一人ずつよろしくお願いします。じゃあ僕の方からさせていただきます。本来であれば、花岡さんも樋口さんも、去年の年は大変忙しくなるはずの年であったかと思うんですけど、うん、そのコロナ禍でなんかスポーツ以外でやられたこととか始めたことあれば教えていただきたいと思います。スポーツ以外ですか。はい、そうですね、まあ、当然体がなまらないように室内トレーニングなんかも僕もしてはいたんですけれども、さすがに現役ではないのでそこまでハードなことはねお家ではやらなかったんですけれど、スポーツ以外だと僕は結構料理やりましたね。はい、嫌いではないんですけどもともとでも普段は妻にお願いして、作っていただいてますんで美味しいご飯を、まあ、任せてるところがあるんですけど、やっぱりですねおうち時間が長くなったので、まあ、その時間をちょっと普段やってないことに当ててみようかなということで、料理をしてちょっと動画をねSNS に上げてみたりとかをしてました。はい、まあ、じゃがいもチンしてじゃがバターにするだけとかそんな感じなんですけどね、日がたやメニューばっかり作ってましたね。あとはですね、猫が2匹お家に来ましてですね、まあ、世界的にもねこのコロナ禍の中ペットを飼う人増えてますけれども、うん、うちもご多分に漏れずですねにゃんこが2匹やってまいりました。まあ、これ実は樋口選手の影響もあるのでそのあたりは樋口さんから聞いてもらえるといいかなと思います。ありがとうございます。はい、僕はですね新しく始めたこと、まあコロナ禍で1回目の緊急事態宣言中なんかはね外出もまあ
できなかったわけですけど、まあ、幸いあの車椅子の陸上ってトレーニング用のローラーがありまして、あの自転車のローラーと同じ考え方なんですけど、その上に、競技用の車椅子を乗せてトレーニングできるんですよ。さすがにマンションなので屋内はまずいかなと思ってベランダに置いて、はい、それでトレーニングできていたので、そうですね、あまりベランダぐらいのスペースでトレーニングってできるものなんですね。はい、陸上用の車椅子プラスアルファのスペースがあったらできます。はい、あとはまあ別にコロナ禍っていうわけじゃないですけど、まあ、よりあの飼い猫と接する時間が増えたので、はい、その辺のストレス、外出自粛によるストレスっていうのは、結構少なかったんじゃないかなと思ってます。すごい猫ちゃんを溺愛されていらっしゃるんですね。はい、今も隣にいますけど。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは他にご質問ありましたら。はい、学生の的場から質問よろしいでしょうか。僕たちは、理学療法学科ということもあって、ほとんどの学生がもう1週間後ぐらい4月から理学療法士として働き始めるんですけれども、そのお二方は受賞されてから最初は入院してリハビリなどをしたこともあると思うんですけれども、その中でこういうリハビリきつかったなとか、すごい印象に残っているなっていうリハビリなどはありますか？順番校でいきますか。樋口さんからいきます。はい、わかりました。僕が怪我したのは2003年で、まあ、花岡さんよりはだいぶ10年ぐらい後、そうですね、僕は1995年だな。あ、10年までは違わないけど、うん、そうですね、担当の PT の方が、僕24歳で、相手が、22だった、もう実際 PT に疲れて、多分僕が初めてぐらいの多分、担当だったと思うんですけど、うん、まあすごい若かったので、僕的にはすごくいろんなことを、早い段階でやらせていただいて、リハビリのペースがすごく早かったので、そこはすごくありがたかったかなと思います。手術して、ま、お腹周りギブスはめてるじゃないですか。その段階からもう車椅子のキャスター上げをやってました。車椅子のキャスター上げ？そうですね、車椅子4輪あって、前側が小さいじゃないですか。はい、はい、はい、なので小さい前輪がその段差を超えるとき、まあ、例えばもう1センチとか5ミリとかでも引っかかっちゃうぐらい、その段差があると全然そこから前に進めないから、この小さい前輪をその段差の向こうに上げてやらないといけないんです。おー、その時にキャスターを少し、重心を後ろに、体を少し反らせて重心を後ろに持っていきながら車輪を少し前に押してやると前前輪がスッと上がるので、はい、そういったテクニックが、車椅子生活ではね、まあ、PT の皆さんは、もうやられてると思いますけど、そうですね、練習しました、はい、学生生活で、それで非常にその自分たちでもかなり難しかったので、その OK かお怪我をされてすぐやるっていうのは本当に非常に困難なリハビリをされたんだなと思います。僕の担当 PT はね、スイスイやってたけど、他の PT は本当にできない PT とか、そうですよね、できない人も多いと思います。うん、
それをかなり序盤からやっていらっしゃったんですね。はい、まあありがたかったですね。はい、猫かいしはい、ありがとうございます。そんな感じです。今ですね、キャスター上げの写真がないかと思って探してるんですけどね。確かにイメージが、ね、なかなかつかないですよね。まあ俗的な言葉で言うとウィリーですね、うん、前輪をこう持ち上げるっていうね、ウィリーなんですけど、あ、来た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 、どんな感じかっていうのはね、ちょっとこれがいいかな、よいしょ、こんな感じですね。赤井さんは見たことないかもしれないですけど。はい、自宅じゃないですか。そう、自宅ですよ。下りのスロープなんですけど、前輪を下ろしたまま降りるとですね、車椅子の傾斜が前に傾きすぎるんですよ。なのでちょっとこう前輪を上げてですね、後輪だけでスロープを、まあ、急な坂の場合は下ったりするんですけど。これって後ろに倒れたりとかしないんですか？まあ、酔っ払ってこけることはありますけど、こうやってわざとやってるときはまあまあ大丈夫ですね。はい、これバランス取るの大変そうですね。まあ、慣れると結構ね、楽にはできるんですけど、やっぱ覚えたての頃っていうのは結構怖くて、はい、で特に今でもなんですけど、雨とかで手が濡れると滑るんですよ、握ってるところが。そうですね、はい、樋口くんも多分経験あると思いますけど、無駄にブレーキがかからず無駄にスピードが出ちゃって、それで転ぶってこともまああるっちゃありますね。なんか車椅子ってなんか街の中で見ると誰かが引いてやっと動くものみたいなイメージがすごくあったんですけど、こんなになんか自律的に使えるものなんだなっていうのが結構驚きでした。多分一般的な車椅子のイメージは誰かが押してるっていうイメージが強いかもしれないですけどね。よく見るのはそういう形ですね。まあまあ、僕らぐらいのその障害の程度ですよね。まあ、両腕が自由に使えてっていうぐらいの障害の程度であれば、まあ、割と自由に動ける部分っていうのは多いですかね。なるほど。車椅子もね、今はさっきの写真みたいにすごくコンパクトで、軽く小回りが引くようにできてるんで、まあ、そういう車道具の進化のおかげで僕らも快適な生活ができてるっていうところはあります。こうやってリハビリ始めてからこの車椅子ってどれぐらいで使いこなせるようになるんですか？樋口くんは病院にいろんな車椅子置いてあった？まあ、当然その普通の病院用の車椅子しかないんですけど、なんかね、業者の方が貸してくれて、OX の、折りたたみのやつを割と早い段階から乗ってました。僕、あ、そうそう、95年って言いましたけど、多分1993年頃なんですよね、怪我したの。当時はですね、日本製のいい車椅子ってあんまりなかったんですよ、実は。まあ、割と華奢なフレームで作られて、まあ、壊れやすいものが多かったりしたんですけど、でも、まあ、それでも昔諸先輩方が使われた車椅子がですね、病院に結構置いてあって、いろんな車椅子はね試せたんですよ。で、まあ、そのいろんな車椅子試す中で自分の体格だったりとか、その障害のレベルに応じて、あ、こういうデザインで作った方がいいかなっていうものができてきたら、まあ、業者さんに来てもらって、こういう形で作ってくださいってお願いすると。まあ、ただ、やっぱりね、経験が浅いとですね、自分の考えだけではうまく作れなくてですね、なんか1台目はちょっと不細工な感じのやつができたのを覚えてますけどね。でも僕は入院期間7ヶ月ぐらいでしたけど、そうですね、ベッドから離れて 1,2 ヶ月でまあそれなりに乗りこなせるようにはなってたかなと思いますね。なるほど。でもこの続きで僕のリハビリでの話をいくと、僕はですね、歩行訓練も実はやったんですよ。で、これ多分医療に関わる人じゃないとわからないかもしれないですけど、胸椎の10番っていうところで僕は損傷してるんですよ、脊髄を。なので、まあ、腹筋も下半分が動かない、まあ、足は当然ブランブランっていう状態なんですけど、まあ、通常それぐらいの障害レベルだと歩行訓練しないんですけど、僕はもうどうしても装具をつけて歩きたいってちょっとお医者さんにお願いして
で、まあ、太ももの、まあ、足の付け根からつま先まで全部つながってる装具をですね作って、で、まあ、なんとかその、まあ、でっかい杖で歩けるぐらいのところまでは行ったんですけど、やっぱりですね、実用的ではなかったんですよ。杖から手を離せないので、例えば自動販売機で何か買おうとしても自動販売機の前で杖持ったまま固まってるみたいな感じだったのでなので、まあ、病院の中では歩行訓練はちょいちょいやってましたけど、まあ、病院退院した後はやらなくなりましたね。まあ、お医者さんには作るときそう予言されたんですけどね、家帰ったらつけないよって実際やっぱり車椅子の方がね便利だったので、はい、そっちに行きましたかね。まあ、あときつかったっていうとですね、まあ、リハビリそのものは全部取り戻していく感覚だったので、猫が大きいよ全部そのリハビリっていうのは僕にとっては再びできていくようになる、そういうプロセスだったので、すごく楽しかったんですよ。で、まあ、割と早い段階で体力をつけるっていうところの訓練に移行できてたので、当時入院してた病院5階建てぐらいだったんですけどね、記憶だと。その、避難用のスロープを、1階から5階まで一気に駆け上るっていうトレーニングをやってましたね。これ学生さんたち的には結構なんか荒いリハビリだなって思われたりするんですか？かなりハードなところだと思います。多分今の時代だとね、やらないかもしれないですね。やっぱり昔はその保険料ですよね。まあ、医療費が結構病院でも入院患者に対して使えたんですけど、今はかなり削減されてて、入院期間がね、短くなってるんですよ。なので僕が7ヶ月で、樋口くんが5ヶ月か。ぐらいですね。だん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 短くなって、今3、4ヶ月でね、お家に帰らなきゃいけないとかなっちゃってるので、まあ、病院で体力をつけるっていうトレーニングっていうところまでいけるかどうかっていうと非常に難しいかなっていうのが実は今の時代なんですよ。でもね、経験上はそこまでやってから家に帰った方がいろいろ動けて、まあ、不便が少ないんですけれどもね。はい、していただいてありがとうございます。質問の答えは長いと思います。ありがとうございます。それでは他に学生の皆さんからご質問お願いします。はい、僕いきます。佐藤です。樋口さんにご質問があって、樋口さん新潟県出身ということなんと思ったんですけども、僕も新潟県出身で、今ちょうど実家に帰ってきているんですけど、その新潟県のその地元のおすすめの場所であったりとか食べ物であったりとか何かあればご紹介していただきたいなと思います。はい、新潟県はどちらですか？三条市ですね。隣というわけじゃないですけど、同じ中越地方で、僕は十日町市っていう、はい、まあ、長野県寄りのめちゃくちゃ雪深いところですね。はい。三条市もね、この間というか、去年、おととし、2回ぐらい行ってるんだよね。下田村っていうところに。ああ。呼ばれて、雪深いところがあって、そうそうそう。すごい、もう福島県境の。ね、はい、おすすめは僕、まあ、やっぱり海鮮ですかね。僕は海の近くじゃないですけど、やっぱり日本海側の魚はすごくうまいですよね。まあ、ありきたりですけど、あとはもう僕はもう何といってももう日本酒ですね。米どころですもんね。はい、米は美味しいですけど、やっぱりそこからできる日本酒っていうのもすごく、はい、美味しいです。やっぱもう今全国ね、いろんな美味しい日本酒あるんですけど、やっぱ新潟って昔ながらの丹で辛口っていうのをずっとやってて、はい、やっぱりね、いろいろ飲んでて、まあ、最終的にはやっぱりそこで生まれ育ったせいか、そこに、はい、たどり着きますね。はい、まあ、おすすめな、地元のおすすめって意外と思いつかないですよね。食べ物のこと多いですね。うん、雪、
俺の地元は本当に雪しかないとこだったから何かな、食べ物も新潟は全体的に質が高いように思います。はい、そうだな、やっぱり、他のね、やっぱり同じ北陸で言うとね、金沢とかね、あっちに比べると非常にマイナーな新潟県ですけど、はい、コロナが収まったらぜひ、はい、美味しいものを食べに、はい、旅行に行ってほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次のご質問お願いします。高柳です。お二方に質問で、パラスポーツって結構何種類もあると思うんですけど、お二方がその車椅子マラソンを始めたきっかけっていうのを教えていただきたいです。じゃあ私から、ちなみに、東京パラリンピックでは22競技が行われます。いろいろ選択肢はあるんですけれども、僕はですね、その事故を起こして車椅子になる前から、子どもの頃からボールを使った競技と泳ぎが全くダメだったんですよ、本当にで、まあ、車椅子でもバスケ、テニス、そういったものがありますけど、やっぱりそっちにはこう手が伸びずというか、実際やってみたはやってみたんですけど、で車椅子に乗っても苦手は苦手だったの で、まあ、ただ走るのはもう本当昔から足で走るのも好きで、割と速かったんですよ。で運動会とかでもね、結構速い方だったので、まあ、なので車椅子になっても両手で走ってみたいなっていうところが、実は、僕の動機というか、まあ、走るのを選んだっていうところですね。で病院に入院してる時に車椅子マラソン大会のパンフレット見たんですよ。でそこに外国の選手だったんですけど、日焼けしたマッチョな腕で車椅子ガッとこいてる写真が載ってて、うわかっこええ、こうなりたいと思ったのが、もう本当のめり込んでいく入り口だったかなと思います。はい、井口さんはいかがですか。はい、僕も花岡さんと被るところが多いんですけど、まあそうですね、病院を退院してから、まあ、リハビリセンター、まあ、その退院したのがちょうど冬で、まあ、雪深い十日町市に帰るのはちょっと、まあ、そのまま引きこもりになりかねんということで、リハビリセンターに入ったんですよね。でそこの隣に、障害者のスポーツセンターがあったので、はい、そこに、まあリハビリセンターでね、リハビリだけしててもすごい暇なんですよ、やることなくて。でそのスポーツセンターにウェイトトレーニングをしに行ってたところ、そのまあ陸上競技だとかバスケだとかテニス、いろんな競技やってる人に、まあ誘われるんですけど、まあ、僕も花岡さんと同じで競技がめちゃくちゃダメで、団体競技もダメなんですよ。はい、スポーツ万能かと思いきや、あ、もうできない方ですね。はい、そうですね、まあ、陸上だったら、健常者の時に、社会人になってからですけど、市民マラソンで、まあ、何回か、フルマラソンも走ったことあって、で走ること自体好きだったので、はい、で、マラソン、ね、だととりあえずその目標にしやすいんですよね。まずそのフルマラソンっていう距離もやっぱり長いですし、で、それを完走してやるタイムを、何秒何分何秒縮めるとか、そういうのがやっぱ目標にしやすいっていうところで、まずマラソンに惹かれた部分がありますね。はい、ありがとうございます。あ、最後に僕からもう一つお願いします。お二方とももう約20年前後もう車椅子の陸上をやられていると思うんですけど、先ほどもおっしゃられたよりも今22種目パラリンピックではあって、多分すごく当時と比べてパラスポーツやそもそもスポーツがすごくこう、まあ、いわゆるマイナースポーツとかが増えたりしてると思うんですけど、もし今当時に戻ってこんなスポーツやってみたかったなとか、
ちょっと今球技がもともと苦手だっておっしゃられてたんですけど、もし球技が得意だった場合とかも考慮して、こんなパラスポーツやってみたらちょっとやってみたかったなみたいなスポーツってあったりしますかね。嘘ある？ね、あの当時なかったもの、まあ、車椅子の、ね、スポーツって割と昔からあるので歴史が長いんですよね。で例えば、ね、視覚障害者のゴールボールとかって割と新しい競技になりますけど、まあ、車椅子のスポーツで新しく生まれたのっていうのは、ね、あ、ボート、うん、そうだね、ボート、ローイングか、ローイングだね、うん、ああいう種目、まあどっちかというと本当ウォータースポーツはなかったよね。あとフェンシングか、うん、そうだよね、まあ、フェンシングもでもあのグッドマン博士の時代からやってはいたからアウトドアスポーツは確かに少ないかもしれないね、うんうん、あとはモータースポーツかおー、うん、あのジムカーナっていうね車の競技があるんですけど、あのコーンを並べたコースをですねく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 ねちょっとこうスピード出しながら走る、そういう競技があったんですけど、誘われたけどねやらなかったんですけど、うん、なんか割と今はあの本当車椅子の人でも割とモータースポーツにね、入っていってることもあるので、アウトドアスポーツかな。うん、あの今でもちょっとカヌーとかはね興味がありますね。あ、うん、あの泳げないんで絶対ひっくり返れないですけど。だからつければそう浮かぶやつつけとけば多分なんですけどね。うん、でもね、あのくっついたまま裏返ると大変なことになるので。そうですね。まあ、なんかね大海原にカヌーで出て行ってちょっとあのゆっくり釣りでもしたいななんていうのは今でも思ったりしてますね。ゆくさんそんなあります？僕はですね、まず陸上以外にやったことあるスポーツっていうと、クロカンは、はい、何回かやってます。はい、クロスカントリー。ああ、いいですね、スキー。手で漕ぐスキーですね。はい、スキーって手でできるんですね。それは結構面白かったかな。あとは、まあ、アルペンスキーも、はい、一回やったことあります。それも楽しかったですね。うん。まあ、さっきのあのカヌーも、まあ、ちょっとやってみたい区はありますね。あとは、でも、まあ、結局、その、まあ、あれなんですよね。あの、まあ、カヌーも、アルペンも、まあ、まあ、その冬の競技全体的にそうですけど、まず準備が大変。で、やっぱり、一人で、まあ、特にカヌーなんかはそうかな、サポートしてくれる人がいないと、競技、練習できないんですよ。そういった意味で言うと、車椅子でやるスポーツで陸上ほど自由なスポーツはないんですよ。好きな時間に好きな場所で練習してできるっていうところはね。なのでやっぱりな、今怪我してスポーツ始めますって言ってもやっぱり陸上だと思います。はい、なんか素敵な着地になりましたね。伝わりましたね、はい、お二方ともありがとうございます。ありがとうございます。今考え直しても陸上だったんじゃないかということで、はい、それでは、ディスカッションに移っていきたいと思います。今回お話しいただくテーマ一つ目は学生または新社会人の障害者スポーツとの関わり方についてとなります。テーマは学生さんに挙げてもらっているんですけれども、なぜこのテーマなんでしょうか。はい、僕から説明させていただきます。僕たちの学科は理学療法学科ということで、先ほども言ったんですけど、特色上ちょっと何かと関わることもあって、そこから興味を持つ学生多くいるんですけど、東京都立大学、さまざまな学部もありますし、社会人になると逆に今度関わりが少なくなることもあると思うんですけど、そういった中で、パラスポーツと関わるにはって考えた時に、なんか車椅子バスケットだと意外と健常者も一緒にやるような、
場があったりするんですけど、うん、そういったところへの飛び込み方とか、また陸上、実際に陸上でもですね、パラスポーツにどうやったら関われるかっていうのをもしあれば教えていただきたいと思って、このテーマを挙げさせていただきました。お願いします。そうですね、まあ、やっぱり道具ありきみたいなところが どうしてもね、僕らがやっている車椅子レースっていうのは、ネックになりがちなんですけどね、乗れる車椅子がなかったらやれないよねみたいなのがあるんですけど、でも、まあ、病院に置いてあるような車椅子でも実はレースはできるんですよ。で、僕その小学校の公園とかに行くとよくやるんですけど、生徒たちに車椅子に乗ってもらって競争してもらうんですよ、体育館の中とか。めちゃめちゃ盛り上がるんですよね。で、子どもたちだけでやるのも盛り上がるんですけど、先生たちに乗ってやってもらうと一番盛り上がるんですよね。で、車椅子を体験するってなると、どうしてもその段差越えられない不便さとか、車椅子の大変な部分をどうしてもね、子どもたちに体験させがちなんですけど、まあ、僕はそこは あまりやらないというか、まあ、いらんかなって実は思ってるんですよね。誰だってそのネガティブなものには近づきたくないはずなんですよ。でも車椅子に乗って楽しいっていう経験を子どもたちがするとですね、距離がぐっと縮まると僕は思ってるし、実際やっぱりそうなんですよ。休み時間とかに僕の周りにわっと集まってきてくれるので、でいろんな質問とかを、してくれたりっていう。で、その中でですね、多分今日高井さんも、へえ、そうなんやっていうこと多かったと思うんですけど、うん、いろいろさっきの質問コーナーでも、うん、そういうへえ、そうなんやっていう新鮮な驚きとか、まあ、言ったらそれまでなかった価値観みたいなものが子どもたちに入っていってるっていうのも同時に感じるんですよね。まあ、まあ僕たちがスポーツしてる、まあ、していたんですけど、僕にはやっぱり勝つためにやってきたところっていうのはあったんですけれども、うん、まあ、引退していろんなその社会的な活動をする中で思うのは、やっぱりスポーツって人をつないでいくもんやなっていうことを僕は強く感じてるんですよね。ですんで、やっぱりこれから医療の現場に入られてもですね、まあ、例えば病院では高齢者リハビリにずっとかかりきりになるかもしれないですけれども、それでもですね、やっぱりスポーツで人がつながっていくんだっていうところを、考えていただいてですね、まあ、外に出ていくのもいいと思いますし、病院の中でさっき言ったような、車椅子のレースをしてもいいんじゃないかなんてことはね思ってるんですよ。まあこうなんだろう、お年寄りの多い病院だったらスタッフの方がやってもいいんじゃないかなって思ったりするんですよね。何でしょうかね、その車椅子と遊びとかってなかなか結びつけにくいと思うんですけれども、うん、まあ常識的に考えると車椅子で遊んじゃいけませんって子どもたちはでも僕らは車椅子をおもちゃにしてるっていう感覚でいるので、やっぱりそういうものをですね、病院でもどん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 なんかこう広めていただけると嬉しいなーなんていうことは思っています。ちょっと答えになってないかもしれないですけど、ありがとうございます。はい、生活をするためのものっていうイメージだったんですけど、そこからさらにおもちゃっていう表現すごく面白いなって思います。そうですね、もう車椅子って、はい、その障害者マークもあるじゃないですか、車椅子マークが、うん、ああいうふうにその障害そのものの代名詞みたいに使われがちなんですけど、やっぱりそれってネガティブなイメージがつきがちだと思うんですよね。車椅子に乗ってると何もできない、まあ、例えばさっき高井さんが言ってはった車椅子に乗ってる人は押されているっていう、誰かの助けを必ずもらわないと動けないみたいなイメージにどうしてもつながりがちなんですけど、まあ、そういったところをね、やっぱり拭っていきたいなっていう、まあ、きっと他にも方法はあるんですけれども、まあ、音楽でもアートでもやれると思うんですけど、まあ、僕らはスポーツをずっとやってきたので、スポーツを利用してそういう人と人とのつながりを増やして、まあ、垣根をどん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 、まあ、下げていったりしたいなっていうことは思ってますね。なるほど。学生の皆さん、他にいいですか？はい。僕もその車椅子と関わるっていうところなんですけど、それこそ授業で、まあ、車椅子の授業があったりして、で佐藤とかなんかとよくキャスター上げの耐久レース、どっちのが長く上げてられるかみたいなのもやってたりして、うん、まあ、おもちゃ感覚じゃないですけど、そういうふうに、まあ、遊び感覚で車椅子と
関わっていくことで、なんかその車椅子ってこういう面白さもあるんだみたいな、みたいな、なんかまあ視野が広がったりだとか、まあ、実際に自分もその車椅子バスケットボールを体験したりだとか、まあ、それこそこのメンバーでボッチャの練習したり大会に出たりして、なんか初めてそういう、まあ、車あ障害パラスポーツの面白さは分かると思うので、やっぱそういう花岡さんがおっしゃった通り、その関わっていくのが大事だなっていうふうに感じました。僕からも、なんか僕卒業研究で車椅子バスケットボールってことで、実際に脊髄損傷の方をお招きして漕いでもらって筋力を測ったりとかしたんですけど、僕もこのコロナ禍で筋トレとか始めたんですけど、絶対肩周り勝てないんですよね、肩の大きさが。多分普通にレースさせてももう僕たちが勝てることってほぼなくてなんかもうエクササイズでもそういう車椅子取り入れられるんじゃないかぐらいなっていうのもあって、なんかもっとそれこそいろんな使い方っていうのをその広めていくっていうのもなんか一つの手なのかなって思っていました。確かに筋トレと車椅子のトレーニングを結びつけるって面白いですね。腕ムキムキってなってるとかっこいいですもんね。いや本当にもう絶対かなわないですね肩周りだけはもう筋力とか測るために力の引き合いとかするんですけど、うん、もう僕負けちゃうんで、なんか物捕まってとか抑えてないと、もう引っ張られちゃうみたいなのもあって、なんかもう車椅子の生活してた方がもしかしたら筋力つくんじゃないかみたいなうーんいう感じでしたね。確かにさっきの花岡さんのお写真拝見しても T シャツの上からすっごい太ももみたいな筋肉がむきってなってたのでこれがですね、僕はもうちょっとぽっちゃりしちゃったので、ね、本当ですか。はい、A5 ランクの牛肉と同じぐらいの感じになってますけどねめちゃくちゃ霜降ってますねこれもう樋口さんはねもうバッキバキですけれども、今もねもちろん、はいね、まあ、今日はちょっと見せることはできないと思いますけれどもそうなんですね、右から上しか映ってないからね樋口さんに、ね、学級の皆さんから他に何かありますか。はい、まあ、先ほど高柳くんとよく車椅子で遊んでいるっていう話をしてもらったんですけど、まあ、ちょっと危険なその遊びを一つ紹介しようかなと思って、ちょっと危険な遊びなんですけど、そのキャスター上げをしている時に、健常者だったら手押し相撲をすると思うんですけど、普通立って手押し相撲ってあると思うんですけど、1回だけ高柳くんとキャスター上げで先についた方が負けで、前から押し合ってみようみたいな遊びをして、まずこれ下手すると後ろに転がっちゃって頭打ってあったりとかして危ないんで、慣れてる人じゃないとちょっとやっちゃいけないかなと思うんですけど、そういうちょっとリスキーなこともできて、やっぱ遊びって少しリスクがあった方が楽しいと思うので車椅子でそういう楽しい遊びっていうのをたくさんあるっていうことを、まあ、僕たちは授業であったりとか、その障害者を考えるような学科だったので知ることができたんですけど、そういう遊び、ボッチャもそうですけど、障害者スポーツとかっていうのを花岡さんがさっきおっしゃってたように、学校とかで小さい頃から触れる機会をたくさん設けることができたら、その子どもたちの理解っていうのはやっぱ将来的にはそのみんなそれを知っていけるような世界になっていったらすごい面白いなっていうふうに思っているので、そうですね、まず学校、小学校中学校にどんどん広めていけるような活動ができたらいいなっていうふうに思います。素晴らしい。高井さん、ちょっとね樋口さんからも話してもらいたいので、はい、樋口さん、はい、車椅子に乗ってる子どもたち、うん、その
天井時じゃなくて障害のある子どもたちが車椅子に乗っててこけないような生活をこう、うん、教えられているんだっていうことについてちょっと樋口さんの方からお話しいただいてもいいですか、うん、あの転倒防止キャスターとベルトの話をそうですね、まあその障害にもよるんですけどね、まあ、実際その脳性麻痺でちょっと緊張が強かったりすると、転んで頭打ったりっていう、ね、可能性もあるんですけど、単純なその身体麻痺の場合って、まあ、まずその転んで頭打った人って見たことがないです。健常者も合わせてね。だからさっきの佐藤君のそのキャスター上げで落ちちゃうっていうのはすごくいいと思います。それで頭打つ人まずいないと思うんで、危険は本当ないと思うし、そういうのはどんどんやってもらっていいと思います。そのやっぱりその障害児だとその親御さんが車椅子に転倒防止って言って、その後輪の後ろにもう2個キャスターをつけるんです。でそのキャスターを上げた時に、まあ、5センチなし10センチ以上をそのキャスターが上がらないような後ろに、倒れないようになってるんですよね。でまあ一見その安全だし、まあ、そのキャスターも多少上げられるっていうことで、まあ、いいことずくめなんじゃないかってやっぱ思って、やっぱその病院の先生もリハビリの先生も勧めるから、親はつける、安全先生もつけなさいという、で、まあ、それで生活して、大きくなっ、ね、なっちゃうんですけど、実際ついてることで結構制限を受けることが本当に実際に生活してる中だと多々あるんですよね。逆に危ないっていう側面も意外と出てきます。途中で止められることで、そのキャスターを上げた時に止められることで制御が余計しにくかったりとか、その車椅子本来の機動性っていうのは失われるってしまうんですよね。みんな当たり前だけど自転車の補助輪ってすぐ取りますよね。はい、あれつけてたまま乗ってたらめちゃくちゃ乗りづらいし、逆に危ないじゃないか。あれと同じです。あれを強制してしまってるようなものですね。はい、やっぱりそうだな、小さいうちから転び慣れてくっていうのが大事かなと思いますね。僕も、まあ、リハビリで乗り始めた時には、まあ、とにかく転び慣れると思って、それでもね、床の上よりはと思って、ちょっと絨毯敷きの部屋とかで一人でめっちゃ転ぶ練習してました。はい、危ない乗り物じゃないんで、うん、はい、怖がる必要ないんですよ。そうなんです。樋口くんの言うように大怪我したりね、本当命に関わるようなことだったらやっぱりこけないように守ってあげなきゃいけないかなとは思うんですけど、まあやっぱりその車椅子を自由に動かせないっていうのが、やっぱり子どもにとっては発達を阻害してるって僕は考えてるんですよね。やっぱりその原因っていうのは転んじゃダメだっていう考え方、車椅子は転んじゃダメっていう、でも子どもって転ぶもんじゃないですか。転んでいろいろ覚えていくので、転ばない方法を、やっぱり子どものうちに転んどくっていうのは車椅子だろうがね、足で歩いているようがすごく大事なことなんじゃないかなって思うので、やっぱり子どもたちの発育とか発達を考えると、まあ、どんどん転びなさいっていう話ではないんですけど、やっぱり安全に転ぶっていう方法をね、やっぱり子どもたちに身につけてもらう、それを大人たちが見守るっていうのが、医療だったり教育に
考え方として入っていくとすごくいいんじゃないかななんてことは思ってます。ねえ、樋口さん。遠山くんのね、腰ベルトもそうだし。うん、そう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 。うん、まあ、あの、今中学生の選手とかも一緒に練習したりするんですけどね、やっぱりそのベルトも同じで体を自由に動かせないので、まあ、僕らとしては取った方がいいよっておすすめするんですけど、やっぱりずっとつけてると、うん、取ると怖いっていう風にね、あの、本人は思っちゃうんですけど、でも一旦取って動いてみるとこっちの方が断然動きやすいからって言って、あの、すぐ外すようにはなるんですけど、1週間ぐらいで。でも外した状態で学校行くとつけなさいって言われちゃうっていう、ね、非常にちょっと、まあ、僕らとしては残念ではあるんですけどね。でも頭ごなしに先生に言ってもダメだと思うので、やっぱり少しずついろんな人が、ああ、そうなんだっていう気づきのもとに考え方を変えていってくださるっていうのがいいんではないかななんてことは思ってます。ではまだまだご意見あるかと思うんですけれども、お時間に限りがあるため次のテーマに移りたいと思います。続いてのテーマは東京オリンピック・パラリンピックのその後の展望についてとなります。こちらもまず学生さんからテーマを選んだ理由についてお話しください。はい、説明させていただきます。こちらは、僕たち高校の時に多分リオがあって、で、うん、その時になんか僕がよく耳にしてたのが、パラリンピックってその年で盛り上がりがあって、その後ちょっと熱が下がって、また次の大会で熱が上がるみたいなのをよく聞いていた中で、でも意外と大学生活に入った時に東京っていうのもあって結構よく耳にする機会がすごい多かったんですけど、今度次で大会が多分パリで予定されてると思うんですけど、そういったところでなんか大会が終わった後のその盛り上げ方とか展望みたいなのが、なんかもしビジョンがあったら花岡さん、樋口さんにお聞きしたいなと思って、このテーマを選ばさせていただきました。お願いします。ではまずは、あの、現役選手として樋口選手が東京までと東京後、続ける続けないも含めてどう考えているのか話してもらってもいいですか。東京後ですか。そうですね、まあ、さっき山本くんからもあった通り、その4年に1回、ね、パラリンピックの年だけなんですよね。パラリンピックの選手がメディアに出るというか、ちょっとチヤホヤされるのは、世界選手権も2年に1回、アジア選手権も4年に1回あるんですよ。ただほとんどメディアに出ることはなかったですし、僕2013年フランスの世界選手権の時なんかはメディアの数はゼロでした。はい、そこから考えるとね、2013年に世界選手権ゼロだったものが、13年に東京が決まったんだっけ。はい、で、その後から徐々にというか爆発的に露出が増えていって、今では本当に世界選手権、日本、ね、この間の日本パラもそうだし、ものすごい数のメディアの方来ていただいてますね。多分オリンピックのマイナー競技よりも今パラリンピックの方がはるかに、はい、露出が多いです。はい。そうですね。まあ、以前の状況が良かったとは思わないですし、やっぱりもう選手、僕らね、花岡さんもそうだし、もう、本当にこれが好きってなかったら、やれなかったですね。まず、食べていけないですもんね。走って食べていける選手なんか本当に一握りだったんで、はい。そこから比べると今すごく恵まれてるなとは思うんですけど、うん。そうだな、まあ、個人的にはちょっと今の状況は少し、行き過ぎというか、まあ、バブリーだなとは思って見てますけど、
まあね、これが本当に今までのパラリンピックみたいにもう打ち上げ花火で終わってしまわれると本当にこの先競技の発展に東京パラがプラスどころかそういうことになるとマイナスにも働くだろうなと思うんですよね。すごく今そのね露出が増えたことで本当に大勢の方にね知ってもらえるようになったし、皆さんもこういったねこういった活動をしていただけるようになって本当にありがたいと思ってます。これがやっぱり尻切れトンボにならずにね、まあ当然少し、まあ、減速していくのはしょうがないけど、それを緩やかにして少しそのまあ、お祭りでなく本当に文化として根付いていってくれることをやっぱり願いますね。はい、僕はその時ね、まあ、これで競技は、続けるかどうかはちょっとまだ今試案中ですけど、はい、やっぱり若い選手たちのことを思うと、はい、本当にね、まあ国からの支援っていうのはね、なかなかやっぱり今後難しいとは思いますけど、やっぱり皆さんね、これで今回の機会でね、知っていただけた方が、引き続きね、こう興味を持って、うん、自分が、やってあげるんじゃなくて、自分が楽しむために、はい、寄り添っていただけたら本当に嬉しいなと思ってます。はい。なおかさんいかがですか？本当にその通りなんですよ。まあ僕は、車椅子乗り始めて25年を過ぎたぐらいなんですけども、その間いくつかのパラリンピックを、まあ、当事者でもありながらで、まあ、車椅子ユーザーっていう目線でも見てきたんですけれども、やっぱり非常にですね、その上下が激しかったかなと。やっぱりパラリンピックの年っていうのはメディアにも取り上げてもらって非常に話題性が結構高まってはいくんですけど、もう次の年じゃあ大会誰か見に来るかって言ったらもうずっと誰も見に来ないっていうのが繰り返されるっていうのがあったんですけど、まあ、この自国開催に関してはですね、その上昇具合が今までとは比べ物にならないんですよ。当然上がらなければ落ちないので、これだけバブリーに上がってしまうとどんな落差が待ってるんだろうっていうのは結構ね、不安でもあるし、まあ、怖いなっていうようなぐらいまでちょっと思ってはいるんですよね。まあ、ただパラリンピックっていうものに対する認知度は本当に上がったなと、まあ、100% に近くなったんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、比べるところでいくと1998年に長野で冬季のパラリンピックが行われてるわけですよね。でその時には長野市内でインタビューを、まあ、するとですね、パラリンピックっていう言葉を知らない人もたくさんいたんですよ。パラリンピック何それっていう、それが、まあ10年、20年ぐらい前の話ですから、まあ、それに比べると認知はされたんだろうなっていうふうには思ってます。ただこれスポーツビジネスの世界とかでもよく言われるんですけど、まあ、多分芸能界とかでも一緒なんですけど、認知と人気は違うっていう、ここがねやっぱりパラリンピックが、まあ、さっき樋口くんが言ったような、まあ、食べていけるような世界になるのか、それとも、そうではないのかっていう境目なのかなとは思うんですよ。で多分高井さんファイナンシャルのリポーターとかされてるから、ね、お金がどう動いていくのかっていうのは僕らよく知ってはるかもしれないですけど、やっぱりね、その例えば企業であったりとか、そのサポートしてくれる皆さんがこれにはお金を出す価値があるんだっていうふうなことを思ってもらえるかどうかっていうところが、ね、非常に大きなポイントだと思うんですけど、やっぱりその競技結果、まあ、例えばメダルっていうものであったりとかっていうのは確かに非常に大きな効果はあるんですよ、皆さんに知っていただくっていう分では。ただ一過性なんですよね。もうその時で終わってしまうので、なのでやっぱりその競技だけではなくって、じゃあそのメダリストがどうやってメダルを取れるようになっていったのか、障害のある人がなぜアスリートになってそうやってトップまで行けるようになったのかっていう、この生き方のお手本みたいなものが一般化していく、
そういうことがすごく大事なんではないかなっていうふうに僕は考えてます。まあというのもやっぱりオリンピックがあってパラリンピックがある意義っていうのはそこだと思うんですよね。まあ、パラリンピックのパラっていうのはパラレル、まあ、並行して行われているっていうところから来てるんですけれども、まあ、そのオリンピックともう一つ、世界的に大きなスポーツ大会がある意義っていうのは、やはりいろんな生きづらさであったりとか不便っていうものを人間っていうのは、まあ、誰しも抱えてるもんだと思うんですよ。障害があろうとなかろうと。けれどもそれとともにどうやって生きていけばいいのかっていうヒントはパラリンピックの中にあるんではないかな。まあ、それがもっと前面に出てきて、一般的にこう知ってもらえて参考にしてもらえる、そういうところまで行くと、まあ、人気が出てくるんではないかなみたいなことを感じてますし、やっぱりそこはですね、医療との両輪でのタッグっていうのがすごく大事なんではないかなって思うんですよね。やっぱり医療っていうのは人がよりよく生きていくための、通過点だと僕は思ってますし、その先にスポーツがあったりとか、その人がその人らしく生きていく人生っていうものがあるんだと思いますから、やはりそういうことを僕たちは、障害があっても幸せになれるんだよっていうことを体現するべきだと思うし、そこまでの道筋をですね、医療に関わる皆さんには、ぜひ知っていただいて、支えていただきたいなっていうのが、私の思いであります。まあ、ただ、本当に数年でできることではないと僕は考えてますので、やっぱり2020大会っていうものがきっかけになってスタートになって、もうそれこそ50年100年後それぐらいのスパンで、目標を立てて、誰もが生きやすい世の中になっていく、そのきっかけに、パラリンピックがなってくれたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。それでは学生の方の馬上さん、はい、何かこちらのテーマについてご意見ありますか？はい、そうです。今花岡さんがその今回のオリンピックがすごくきっかけになったらいいなっていうのがおっしゃったんですけど、まあ、僕も本当にそうだと思っていて、やっぱりパラスポーツという特性上、例えばすごく人気が出てもその競技人口が急増するってことは、もちろんその満たしている方がいらっしゃるあまりすぐには急増しないので、うん、そういう特性上やはりこのガッと人気になることは少ないのかなと思うんですけど、一度僕がそのパラのイベントの運営に携わったことがあって、そのイベントっていうのが一応まだパラスポーツに所属していない方のその体力測定会のようなもので、例えば50メートル走であったり車椅子での筋力測定などいろいろやっていく中で、その人、まあ、大体が親御さんとその障害者の方と来ていて、そこでいろいろ体力測定をして、でそこにパラスポーツの、連盟の方が、たくさん来ていて、その測定の後に、自分に合ったスポーツを探していくっていうイベントだったんですけど、そういうイベントが、今後もすごい行われていくと、その競技人口が少し増えていく方向に傾いて、樋口さんもおっしゃったように少しこのオリンピックパラ後の、低迷というかが少し緩やかになって、その今後も、パラスポーツが発展していくのかなと思ったので、まあ、この今回のこのオンライントークイベントもそうなんですけど、まあ、少しでもその認知度をまずは高めていって、認知から人気へっていうのを変換できていったら、まあ、少しずつパラも発展していくんじゃないかなっていうのが今お二方の話を聞いて感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではお時間が来てしまいましたので、こちらで討論は終了させていただきます。最後にゲストのお二人から一言ずつ感想をお願いいたします。樋口さん、よろしくお願いします。はい、今回は、機会をいただきありがとうございます。学生の皆さん、本当に皆さんこのパラリンピック、ね、この障害者スポーツっていうのに興味を持っていただいて、冒頭にあった活動の内容も、いましたけど、すごく、たくさん活動していただいて、ぜひパラ陸上の大会も、視察してほしいなと思います。そうですね、本当にやっぱり、
まずは知っていただくっていうところがね、すごく大事かなと思います。なかなか、やっぱり日本人特に熱しやすく冷めやすいみたいなところがあるので、はい、これを一過性に終わらせずに、はい、文化として根付いていただ、ね、いくように、うん、大分の車椅子マラソンなんかは、ね、中村豊先生がね、提唱して始めてからもう三十数年経ちますけど、うん、そういった、大会、イベントが、全国で、行われるようになると、やっぱ文化として、より、まあね、国民に根付いていってくれるんじゃないかなと思います。まずはね、東京パラリンピック、無事に終わらせることが今は大事ですけど、はい、その後も皆さん、ぜひこの、ね、パラリン、障害者スポーツのね、発展、ね、障害者、健常者もそうですけど、みんな健康に元気に生きていくために、はい、ね、この活動を続けて、行っていただけたらいいなと思います。はい。今日はありがとうございました。では、花岡さん、お願いします。はい、もう今日は本当に皆さんありがとうございました。45歳の僕にとっては、これからを担ってくださる若者とこうやって話ができるっていうことだけでも非常に、幸せな時間だなっていうふうに思っています。障害のある人に対してですね、社会に適応していきなさいっていうような圧力っていうのがやはり良くないんではないかっていう議論が、あります。確かに。でそれは障害者のスポーツの世界でも議論されていることなんですけれども、僕は社会生活への適応っていうのはやはり必要なんではないかなって思ってるんですよね。ただ、障害の種類であったり程度によってどこまでそれがやれるかっていうのは、変わってしまうとは思っています。でも例えば時間を、決めて動くであったりとか、誰かと会うであったりとか、もうそういったことも社会生活への適応だと僕は考えてるんですよね。でスポーツを通して、何か生きづらさがあっても、社会生活に、ある程度適応してい、 いけるかどうか、そういうところをですね、ぜひこれから、医療の現場でですね探りながら目の前にいる患者さんとですね、共に歩んでいっていただく、そういうお仕事をですね皆さんがしてくださると僕としては非常に嬉しいなと思っています。もしですねこの先、皆さんが関わられた患者さんがですねパラスポーツの世界に来たら、僕は全力で応援させていただきたいなと思ってますので、これからもですね未来に向かってみんなで頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。さあそれでは学生さんからも本日の感想をちょっとお時間の関係上一言ずつお願いします。はい、じゃあ僕の方からさせていただきます。はい、陸上、実はですね、中東の方で多分やられてた大会が多分去年ぐらいにあったかと思うんですけど、それは実はインスタの方で配信されてるのをちょろっと見たりもしていて、なんか今はその SNS の、いった配信もあるので、そういったのをもう僕たちの、ちょっと小さいところからになりますけど、こういった大会こういうので見れるよっていうのを僕自身も発信しながらですね、いろんなところでパラスポーツの、発展を、僕たちも活動できるように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。山本さん、他の学生の皆さんにも来ていただけますか。あ、そしたらじゃあ佐藤からお願いします。はい、はい、今日は本日貴重な話をたくさんしていただきありがとうございました。僕が来週からですかね、来年から働く職場は、その障害者スポーツと関わる機会っていうのはあまり多くない職場になってくるんですけども、個人的にこれからそういう障害者スポーツであったり健常者のスポーツ関係なく、スポーツをどんどん盛り上げていきたいなと思っているので、今日のお話っていうのはすごい参考になりましたし、すごいやる気がどんどん出てくるようなお話だったので、とても楽しかったです。ありがとうございました。じゃあ次、マガミお願いします。はい、本日は本当に貴重な、ご時間の方ありがとうございました。
僕たちは全員理学療法学科で少なからずこの医療系に携わっている学生だったので、多少医療の知識はあったんですけれども、医療でしたりパラスポーツについての知識はあったつもりだったんですけれども、それでも今回のイベントではすごい初めて知る知識でしたり、あ、そうなんだと思うことが多々あったので、もっと知らない一般の方々でしたらもっとすごいほとんどが驚きの連続で、僕自身もすごく楽しいというかこう面白いなっていう感じたので、今回のようなイベントが今後もできて、もっと広い、世間の方々にパラスポーツの魅力についてなんていうか発信できいけたらなっていうのをすごく感じたお時間でした。本当にありがとうございました。またお願いいたします。じゃあ次、高柳お願いします。はい、今日は貴重なお時間、貴重なお話ありがとうございました。やっぱりその、このパラスポーツっていうのをどう発信していくかっていうのが結構重要になってくると思うので、さっき山本も言ってたんですけど、やっぱ自分たちがその、駆け足となってどんどん、いろんな学生だけじゃなくて、いろんな人たちに発信してどんどん認知してもらって、それでまた人気が上がっていけばいいかなというふうに考えています。今日は本当に いろんなお話ししていただいてありがとうございました。じゃあ最後マットバお願いします。本日貴重なお話とお時間ありがとうございました。で僕が4月から働く病院は、その脊髄損傷の方が結構多い病院になってまして、そうした方々のリハビリを担当すること多いと思いますので、そのリハビリ担当しているときに、その脊髄損傷の方でもこういうふうに活躍している人がいるんだよなどという話をして、どんどんそのパラスポーツを紹介していって、パラスポーツの人気が上がることもそうですし、患者さんができないことが多くなってしまったって思わずに、あ、こんな風に活躍できるんだっていう風に思えるようにリハビリをちょっと提供していきたいなという志が今日できたので、4月から活躍してまいりたいと思います。ありがとうございました。熱い思いをありがとうございます。それではこれからどんどん盛り上がっていくパラスポーツ、ご視聴いただいている皆さんも東京大会でのパラアスリートのご活躍をぜひご覧いただければと思います。本日は皆さんありがとうございました。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 